こんにちは、速稼塾の久保です。いや、東京オリンピックが終わってね、もうだいぶ経ちますね。今、東京のね、このマンション、それから中古物件、ものすごく売りにくいんですよね。今後の経済政策、ほとんどない上に、引き続くデフレ、コロナショック、そして、ウクライナ、ロシア侵略でしょ？だからね、結構東京のね、土地リスク、不動産リスクって高まってるんですよね。だからどうしても不動産を売りたいわけですよ。で、売る方法として一つね、大きなポイントが、不動産の話を聞いてくださいと。その代わり聞きに来てくれたら15,000円払いますというふうな感じで、もうすでにね、不動産の話みんながね、聞きたくない、もう不動産いらないって言うから、お金払うからとりあえず来てよみたいな戦略に変わってるんですよ。で、当然ですね、今こういう状況ですから、リモートで、ズームとかでね、聞くことになると思いますけども、とにかくね、聞いてもらえるだけでありがたいんですよ。で、私も何件か不動産のそういった投資案件の話聞かせてもらいましたけども、やっぱりね、どれ聞いても利回りが悪い上にリスク高いんですよ。だから結局は商談にはならなかったんですけども、でも面談行くとやっぱりね、1万2万、多いところで3万もらえるんですよね。で、今回のタイトルは、1時間家で話聞くだけで45,000円欲しいやついるみたいな感じで、ちょっと動画を送られてきたんですけども、これもうちょっと噛み砕いていくとね、90分から場合によっては2時間になります。で、話を聞いて、話を聞くの話を聞くだけです。で、不動産の話ですよ。で、結局、そのマンションや、中古住宅の話とかをね、聞くんですよ。で、最終的には、どっかの物件契約しませんかって話になるんで、いやー、でもちょっと今回はいいかなと。やっぱリスク高いしね。でも、不動産状況よくわかりましたと。うん。他の情報があったら、これから、いろいろと流してもらったら、そのうちに検討したいと思います。今回本当お疲れ様でした。みたいな感じで、終わっていただければいいんじゃないかなと思います。私、この手の話結構聞いてるんでね。また今度、実況させてもらいますけども、うん、確かにね、これ、今回の案件、1万5000円のところを、あまりにも売れないから4万5000円にしてきてるでしょ。これ4万5000円もらえますからね、本当に。うん、確かね、2ヶ月目ぐらいに、入ったかな。だから今、3月の半ばでしょ。だから6月中には、4万5000円入金されると思うんですよ。うん。もうこれ、話を聞いたらね、あれ？不動産投資やってもいいかもっていう気持ちにはなります、やっぱり。うん。あとは、余剰資金があるかどうかの問題で相談していただければね、自分の懐に相談していただければいいんですけども、これね、聞くだけでもかなりメリットありますので、ぜひね、聞くだけでも聞いてください。聞くだけでメリットあるってどういうことかって言ったら、だって4万5000円もらえるんでしょ。大きなメリットじゃないですか。どっか時間が空いてる時にね、私の場合は21時から2時間っていう時間を設けたりとかね、朝10時から2時間って時間を設けたりしましたけども、感じのいい方がすごく丁寧に進めてくださいますよ。で、リモートでね、動画とか使って、すごくわかりやすいですしね。いいんじゃないですか、これ。じゃあ、本編の動画、この後つけときますんで、ご覧ください。どうぞ。はい、おはようございます。副業チャンネルを行っております、のぶです。本日はですね、タイトルにもありますように、こちらですね、自宅で1時間話を聞くだけで、4万5千円。欲しいやついるというふうに、ママにですね、怒られるようなちょっと悪い言葉遣いで、タイトルを掲げさせていただきました。ちょっとですね、大げさのように見えますけれども、こちらは事実となっております。それでは中身の方を見ていきたいと思います。参加概要ですね。まず、自宅で誰にも会わずに、無料で面談を行うことというのが条件です。条件というか、まあ、そうですね。このような面談の形式で、この案件ですね、参加できることができますよと。そして、報酬なんですけれども、本来であれば1万5000円のところ、4万5000円の報酬が出るという、条件がですね、とても良くなっている。というのがお分かりいただけるかと思います。そして、参加概要の続きですね。
参加概要の、こちら条件の方なんですけれども、初めて株式会社日本アセットナビゲーション NAN という会社さんに、面談をお申し込みされる方、そして、お客様の、住まいの、ですね、以下の地域の方に限られますよとなっております。ご確認をお願いします。そして、参加概要最後ですね。まず年収が300万円以上の方が対象となります。本来は600万円以上の方が対象なんですけれども、今回条件の方が緩和されまして、300万円以上の方という、ハードルがちょっとですね、下げられている状況となっております。そして、年齢が25歳以上、53歳以下の方です。そして現在働かれておりまして、勤続年数が2年以上の方となっております。そしてですね、こちらの、案件なんですけれども、まずはですね、こちらのモッピーというサイトに登録することが必須となっております。こちらの方に登録をまずいただいてですね、ホームページの URL と、あと紹介コードも貼っておりますので、紹介コードの方もお記入の方をよろしくお願いします。で、モッピーの方、登録が済みましたら、先ほどの株式会社 ANN ですね、日本アセットナビゲーションの方に、ページに移動していただきまして、そこの参加概要の方をまた詳しく見ていただいた上でですね、参加の方をお願いしたいと思います。それでは本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。